サンシュプレット、ハルくんです。今回の企画は家系ライス大食い。はい、第1弾はですね、まことやさんにお邪魔して、やばかった、ね、食べたんですけど、うん、やっぱ場所によっては違うと思うんですよ。やっぱライスの質だったりとか、ね、やっぱそのスープと米が合うとかね、そう全然違うと思うんですよね。確かに。で、今回第2弾なんですけど、はい、山崎屋さんにお邪魔したいなと。はいはいはい。で、一回これ横浜の家系はしごで、うん、巡ったじゃないですか。ヘルトが行ったよね、あの時。そう、もう山崎屋さんでめちゃくちゃ好きなんですよ。あれからずっとなんか本当にうまかった山崎屋。いや、そう、あの後プライベートでも行って、うん、山崎屋さん結構ね、金色スープみたいな感じで、スープがすごい、ね、輝いてるのよ。で、それであの時はしごで行ったから、あんまりこう味を味わうみたいな、ね、余裕なかったんですけど、うんうん、プライベート行った時にめちゃくちゃライス止まって、そう、これなら間違いなく僕3畳はいけるなと思って。いや、マジで。3畳行ったら俺、お前に家買うよ。マジでやべえよそれ。まあということで、はい、まあ、そこまで行ったらね、吉村屋さん行けって話かもしれないんですけど、はい、いやでも自分の好きな家系ならっていうことだもんね。そうですね、今回、うん、今回はもう前もって許可いただき、うん、ライスちゃん食べていいよっていうことなので、はい、はい、お邪魔したいと思います。行きましょう横浜、うん、山崎屋さん行きましょう。 GO!というわけで横浜到着いたしました。はい、まあもうすぐそこですね。でもちょっと行ったら吉村あるけど、でもさ、いろんな家系食べてるじゃん、うん、フェルトンが食べてるじゃん、浅い家系とかで、はいはい、あれ食べてもやっぱ山崎屋が一番うまかったの。言わない、まあ、一番っていうか、まあ今日食べたのは山崎屋だけど、コンディションによんない。うん、今日はもう頼むからもう豚の匂いをくねって日もあるし、結構ね山崎屋そういうとライト目ではあるんで。お前行ったことないもんね。ない、目の前までしか行ったことない、うん、俺なんか違う家、あ、俺それこそ吉村屋食べたんじゃない。あ、そうだね。ネギやばいな、真っ黒結構バラエティ豊かなんだよな。じゃあ波2つで、波を2つ、ショーだね、ショーライス。やっぱ価格高騰しててちょっとずつ値上がりするお店も増えてきたんですけど、なるべくその価格を変更することなくということで頑張ってらっしゃるんで、ぜひ皆さんも山崎屋さんに来てください。初めてですか。初めてです。いやちょっと飲んでみてほしいな。結構ここ色濃いけどね。濃いけどね。いただきます。うまいよね。あ、確かに言いたいわかる。ちょっとあっさりしよう、あっさりだけどコクがあるみたいな。いただきます。いただきます。スープから僕は全マックスなんで、全マックス、いっぱい、まあ、久しぶりの家系だ。あ、油濃いめ多めだからやっぱちょっと違うかもね。そっちが結構チーユがすごい。うめえ。めちゃくちゃごわましめんね。ね、うん、普通の雪より結構太いイメージ。まあ、今回はね、ライスなんで。あ、いい、めっちゃいい。普通、硬い。うわ、お前が家系のスープとライス一緒に食べるとこ見るのマジすごい。ベストオブライス俺の中で。これ以上ないっていう幸せな顔してる。嘘だろ。止まらなくて言っちゃったけど、なんかシャバの飯に始めてくれましたみたいな。家系の特徴なのか分かんないけど、小ライスマジでかくね。でかい。小中大あって、小なんだよ。めちゃくちゃ多い。
もはやスープと米だけ出すお店ありそうだけど。ああ、じゃあチャーシュー、肩ロース系ですかこれは。小池のチャーシュー好きなんです。ちょっとなんか弾力あるチャーシュー。よし。200円。うん。2杯目、いただきます。やばい、でもめっちゃ黄金じゃない？俺と色が違うの。あ、だから俺これさ、あ、金色じゃん全部全マックスだとこんな。久しぶりにさ、家系の固めを食べたんだけど、今回は全然固めた。固めは食べないよ。美味しく食べたいよ。ちょっと麺が美味しいうちに食べたい。うん、すごいフレンチみたいになりました。はい、僕麺いきましたよ。じゃあ3杯目いただきます。ニンニク丼に食べ入れすぎた、
めちゃくちゃうまい。めっちゃうまい。最近将来詐欺するよ。いい意味で、いい意味で、いい意味で、将来。これ睡眠が何歳かいけるの？ね、うまかった。あ、まだちょっとある。いや、合わせんな。江戸転生すんな。待って、マジでもう一回、なんでだ。あんないそうしよう、ほんとに。すいません。ライス小一つお願いします。ライス小お願いします。じゃあ一応頼みます。お前ほどの男見たことない、俺今まで。追い込まれてるわ、すごい。小ライスです、こちら。小を頼んでこの大きさ来るっていうのは本当に最高だけどね、お店として。半分につけたら。いけんの？半分ぐらいだ。マジで言ってる？いや、これどうしようと思ってたの？いや、あと1話ってこれきついかもしれないけど、半分なら 0.5 ぐらいなら。いや、資格好きかよ。じゃあ半分もらおう。すまん、ありがとうございます。3.5 とか。え、ジローってさ、大好きな人ない。いや、ない。あ、ないみたいな。うん、でもこれ背脂で挑戦したと思うんだよ。いや、もうダメだ。背脂って1で来るじゃん。背脂1だから、それで終わりだから。これがあなたの大好きなラーメンね。美味しかったわ。確かに。しかも米が進むタイプのね。やっぱり家系はいいね。米がうまいわ、やっぱ。で、結果としては僕が 3.5? はい。2.5? 2.5 です、僕。ちょっと甘えちゃったよね、今日。いや、甘えてないんだけど。本当に全力なんだけど。でもやっぱね、3かも。いやね。3かも。そうですよね。しかも俺今回全バックスだからさ。まあそうだね。まあ、だけど何する？山崎屋さん、本当に美味しいので。はい。皆さんぜひ。来てみてください。横浜はね、吉村だけじゃなくてたくさんあるんで、ぜひ他のお店も行ってみてください。まあ、またいつかね、背脂大好き。いいよ、お前マジで言おうとしてる。ありがとうございました。はい、今日はまた次回の動画で。バイバイ。バイバイ。